おはようございます。ってことで今日は昨日遅く寝ちゃったんで、俺だけめっちゃ遅く起きちゃったけど、まだやつは寝ております。ってことで今日はある程度みんな支度終わったら、まあちょっとだけお散歩行くみたいなので、公園とかね、のんびり。でもね、あんま今日天気良くないんだよね。だからさっき雨降ってたらしくて、そう、あんま天気良くなくてめっちゃ今曇ってんだよね。そう、だから、まあ、どこの公園行こうかなっていう感じなんですけど、昨日でもね、なんか千本とマナがなんか撮ってたんだよね。あ、起きたんですか？です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ってことで、やっと地元が起きました。ルイ、何そのピンクのパジャマ。あ、これ電話？ピーピーピーして、もしもしして。あ、もしもし、ルイ？ルイ、今どこいるの？あれ？ルイ？もしもし？あ、やっと出た。ルイ君今どこ？あれ？それ電話なの？電話じゃね？あ、リモコンっぽいわ。洗濯物が 引っかかった。見て、天気が悪いからここに干してんだけど、見てこの 違う、天気が悪いからじゃないよ。え？子供の服は全部室内干しにしてんの。あ、子供の服は室内干しにしてるらしくて、見てこのギリギリ。ちょっとしかないよ。だからちょっと触れただけですぐ落ちちゃう。ちょっと機嫌悪い。怒ってん怒ってんの、ルイ。ほんとだ、おしゃぶり持ってる。ルイ、いつもね、ルレの奪って、そこっそりしてるんだよ。う。また今しようとしてるけど、俺の前でおしゃぶりすると怒られるから絶対外すんだよ。おしゃぶりしてないよね。ルイ早いね。いや、動画かよ。いや、なんかいいのある。ね。ちょ、ガンドボシ、ガンドボシ。え？あいつ？前面。あ、仲良くなったの？はい、チーズ。ただいまー。花粉症だ。違う、だ、鼻炎だって。花粉症認めない。いや、鼻炎だよ。何ですか？イエーイ、映してほしいの？俺マジ鼻炎だから。そうでね、今日はあやんたちが来る予定だったんだけど、急遽ね、来れなくなってしまって。残念。そうだ、俺たちもララポートで遊んでて、で、あやなんたちもララポートに来てて、で、ちょうど合流しようってなった時に用事ができちゃって遊べなかったんですが、あのね、撮ってほしいのね、ルイくん。で、なんか君なんか5人目の家族みたいになってるけど。いや、ここだ、俺の部屋だから。あ、ここね。ちゃんと布団も敷かれてるしね。そうですね、一応あっちにテレビ置いて。あ、そこにテレビ置いて、うん、っていう形今考えてるから。あ、そうなんだ。だってる姉ちゃん、この人なんか住みたいみたいなこと言ってるけど。バイバーイ。見てこれ。なんかルネが勝手に座って、それをルイが後ろから押すっていう。危ない。危ないよ。気をつけてね。ルネちゃん楽しい。バイバーイ。バイバーイ。ピー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 。怖い。てかさ、ちゃんとバックするときさ、ピーピーピーって言ってるのがすごいよね、まず。うるさい。ルネ、そんな高い声出せんの？ガチャーン。
ひー、あ、ルネちゃんもう降りちゃったんですか。あ、また乗りたいって。ルイなんかセクシーショットみたいになってんだけど。あ、もう眠いね。はい、というわけでちょっと遅くなってしまったんですが、夜、はあ、明日はちょっと朝からチモティと洗車をしてしに行きたいので、今日はもう寝ます。ということで今日も見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。ということでバイバイ、おやすみー。